俺が怖くないのか <laughs> 天上天下唯衣が独尊闇の申し子でも、愛や憎しみ、そして、人との繋がりを持ちたいと思う時もあるんだ。俺みたいな奴しかいなかったら、 誰が俺の暴走を止めてくれるちっ、つまらん。この世に生を受けた時から、俺は闇の申し子だ。虫けらどもが <laughs> 己の執念には、己で打ち勝たなければ意味がない。 お前の断末まで楽しませてもらう。黙れ俺に触れるな。ひざまずけ俺に服従しろこれから先は、俺が全てを見守り、支配する俺についてこい偽りの天国を焼き尽くすぞ このアシュラが大釈天の討伐を約束するお前死んだぞ復讐しろさもなければ死ね死ね <laughs> 俺の後には怪人しか残らない もっとだ。もっとだなかなか骨のあるやつだ。ここは天界の最果てにある深淵の地。天人にとっては牢獄のようなところだが、戦いに焼け暮れる魔人にとっては楽園だった。 だが今の震源は、天人も魔人も皆がおののく地獄と化していた。爆発の轟音とともに、視界を遮るほど強い光が震源を照らした。俺を閉じ込めていた結界も、俺の精神体の爆発と共に試算した。自由を取り戻した俺は、血の海に飲まれた数百の魔人を見下ろした。 やがて、爆発に巻き込まれた魔人たちが立ち上がり、罵声を上げる。アシュラ、精神体を自戒させるとは、自由になったな、はいいが、ここがどこだか忘れてないだろうな。<laughs> <laughs> はハハハハハさすがは退職店の旧友だあいつは行かれているが、お前も回されても劣らぬ狂いっぷりよ あまたの百機魔人がいるこの深淵で自由のために力を捨てしまったてめえは自由どころか力も失ったんだてめえを切り刻んでやる数百の魔人と悪鬼が一気に跳躍し俺に襲いかかるちぎりの中俺は微動だにせずただただ笑みを浮かべたその名を二度と口に出すな覚えとけ 刹那。一匹の魔人が不意に腹を抱えた。そして次の瞬間。その魔人の口から一本の触手が飛び出した。腹が裂かれ、しぶきが盛大に飛び散る。それを見て肝が冷えたんだろう。共食いという下道ですら平然とやってのける魔人たちの血の気が引くのが分かった。触手で空を殴。 空中の魔人どもは抵抗する間もなく体を真っ二つに引き裂かれた。魔人の残骸が視界一面に広がり、血と肉片が豪雨のごとく大地に降り注ぐ。血の雨を浴びながら、魔人たちのいる大地へと降り立つ。死残決果を通り、ゆっくりと哀れな魔人に近づく。奴は必死に逃げようとしたが、 指一本動かすことさえできぬまま、俺の手によって心臓をえぐり出された。俺の手には真っ赤な精神体のかけらが一つ載っていた。そう。この精神体は、俺の力を得ようとした魔人に取り込まれていたのだ。そんなバカ、な。限界まで目を見開いた魔人は、 うめき声を上げたかったようだが、顎が砕けていてそれは叶なわなかった。かけらは俺の手に吸収され、再び俺の一部となった。強ければ生き、弱ければ死ぬ。力がなければ、自由など絵ラごとに過ぎない。感情を持つことなど尚のこと。俺も、 愛や憎しみ、そして人とのつながりを大切にして、普通に生きたかった。だが、それは高望みだったんだ。暗闇の中、魔人どもが威夫の視線を俺に投げる。俺の精神体をくらった奴らの腹には、うっすらと真っ赤な刻印が浮かんでいた。その刻印は、 奴らが犯した罪の証だ。ならば、俺は魔人の王になろう。このアシュラが、百の魔人から力を取り戻した暁には、天に返り咲き、人々を虐げたお前を、今度こそ踏みにじってやる。よく見ておけ燃え盛る深淵のホムラが、偽りの天国を 塵も残さず、ホるル様を震源には、想像を絶する秘密が眠っている。従前合同。それは大石天が作り出した、精神体の優劣によって格付けされる制度。列島の落印を押された天人は、罪人として震源の牢獄に落とされる。落とされた罪人は、 神玄に注がれた霊力によって死ぬことは叶わず、共食いによって上を満たす他はない。やがて奴らは、修悪な魔人になり果て、生死のない地獄に永遠に苛まれ続ける。だが、魔に落ちる奴もいれば、それを拒み続ける奴もいる。魔人に食われる運命を忌避し、 俺に死を凍う奴も後を絶たなかった。その後も、天界から罪人は落とされ続けた。震源の牢獄の囚人の数は増加の一途をたどる。どれだけ罪人の血を飲み魔人を食らっても、奴らが減ることはなかった。ある日のこと、九十九体目の魔人の心臓から欠片をえぐり出した瞬間、すべての欠片が光を放った。 やがて光は一つになり、六本の触手へと変化した。再生した精神体の力は強大で、遥か彼方の深淵の果てに到達できそうだった。俺に下った魔人たちは神戸を垂れた。そして、深淵全土に時の声を轟かせた。祝願の成就に祝福を再生した精神体には、 中心に心の形をした穴があった。それは、俺の胸元にある穴と同じ形をしていた。最後のかけら。そう。俺の心玉だけは、深淵のどこを探しても見つけられなかった。心玉がなければ天人には戻れない。だが、それがどうした 再生した精神体を地面に叩きつける。突如、激しい揺れが震源全土を襲った。地割れが起こる。殺し合いの最中だった魔人たちはよろめき崩れた。天井へと繋がる鎖を指さしながら、俺は声高に宣言した。欲にまみれた虫けらども、顔を上げろ。お前らの敵は眼前にいるものではない。真の敵は天井にある お前らもかつては同志だったはず。だが、弱者の楽園を押され、ここで同志打ちをするよう仕向けられた。俺はかつて、打倒十天衆を掲げて兵を挙げた。そして今ここで、大釈天を倒すことを宣言する賛同しない奴は、この深淵でいつまでも同志打ちを続けていろそれ以外の奴らはひざまずき、 俺の名を叫べ共に天界に戻り、真の旧敵を殺し尽くせ魔人たちは天井を見つめ、信じられないと言わんばかりの表情を見せた。俺は魔人たちの反応など意に介さず身を翻す。すると、奴らを慌てて動き出し、叫んだ。魔王アシュラそれをきっかけに、 震源の魔人たちは続々と声を上げた。うごめく無数の魔人たちは地獄の亡霊のようだった。震源を揺るがすほどの洞窟を轟かせ、黒い波のように押し寄せる。そして、俺という希望の光にすがった。魔王アシュラー灼熱の炎。湧き立つ溶岩。力を増した触手。 再生した精神体は破棄に満ちている。神淵を焼き尽くしてもなお、大きな火柱を上げることだろう。神淵の境界に触手をぶつけ、牢獄を粉々に砕いた。炎と共に、幾千万の魔人が神淵から飛び出す。魔人たちは光をむさぼり食い、己の怒りを天界にぶつけた。生まれた時から、俺は闇の申し子だった。 俺は最も残虐な罪人。全てを焼き尽くす豪華こそふさわしい。まだ見ぬ闇も、俺のほむらがいずれ飲み込む。光でさえも、俺の豪華を恐れ、あらゆるものが怪人と化す。やがて人々は、魔人や悪鬼、闇や偽善を恐れなくなり、 深淵の代わりに、俺の名が人々の心に刻まれる。足